京都対川崎の試合で、相手にジュニーニョ選手とかがいて、ちょっとあのレベルの違いをすごく感じました。やっぱりたくさん あのファンサポーターの前で試合をさせていただけることの幸せっていうのをすごく感じてますし、将来、サッカー選手になっていく子どもたちに、今僕ら J リーグでプレーしている選手が、少しでも希望や元気を与えられる存在にならなきゃなっていうのはすごく感じました。